前田さんと船木さんが飯食ってるっていうのもファンの人からやっぱそれだけで嬉しいと思いますね。前田さんの家では何回か実現してるんですけど、その時は前田さん年末から家にいたんだよ。そうですね、3、4年ずっと連続で自分が大阪行くまでですね、うん、だから大阪行くっていうのはもう心配したんだよ。俺どっちでも東京じゃないと大阪行ったら、はい、何作るのってで、これな、これあれあのあのスマートウォッチです。あのメールとか、あとはその心拍数、アップルで出るやつ。違います、心拍数とか。心拍数も出るの、あと何時間眠ったかとか全部出るの、これで今日は5時間半やった、あとは心拍、こうすると今心拍数がこうなります、ね、70、68、あとは。あ、そうなの、こういうのもいいよね、はい。これつけたらもうなんか普通の時計つけられないですね。本当、ずっと心拍とか測ってくれる。あ、心拍出るんじゃない、まあ血圧は出ないでしょ、さすがに。血圧出るのもあります。あるの。はい、あります。もうなんかもう医者血圧、毎日血圧測れてうるさいんだよね。